はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回はネット検索力の重要性について話をさせていただきたいと思います。私はネット物販講師、ネットビジネス歴10年のネット物販講師という立場からいろいろと話をさせていただいているんですが、どこの馬の骨が1尾って話してるんだと言われてしまったらそれまでなんですが、自分なりに思うことっていうのがいろいろとあるわけですよ。特に私にお問い合わせいただいた方が、黒沢さんの動画もっと早く出会っていれば無在庫転売なんてやらなかったみたいな形で私に連絡していただいた、もしくは私の動画を見つけてくださったタイミングだと時すでに遅し、変なうさんくさい塾だとかスクールに騙されちゃった後っていうパターンがかなり多いんですね。なんでこんなことが起こるのかっていうと、二つの理由っていうのがあります。まずは圧倒的なネット検索力不足、これが一番大きいと思うんですね。どうしても広告費バンバンかけている人っていうのは上に上がってくるし目につく機会が増えますから、ここだと思ってしまって他のものを精査しないで飛びついてしまう方が多いと思うんですよ。例えば鴨頭義人さんについてはホリエモンの500万円のプレミアムチケットみたいなものを購入して、その特典としてホリエモンとの対談動画っていうのが挙げられていましたが、その動画の中で年間 3.5 億から 3.6 億円の広告費を投入してっていうことを本人が話しているわけですね。カミングアウトしているわけです。要するに 3.6 億円分の広告がブワーッとインターネット上に流れているわけですから、そりゃ話し方だとか自分に自信がないだとかでググった人が鴨頭さんの動画に出会う確率は私の動画に出会う確率のもう何十万倍ももしかしたらあるかもしれません。とにかく広告費をバンバンかけたもん勝ちっていう社会にはなってしまっているので、別に話し方の学校だけではなくって、例えばネット物販に関してもネット物販の代行会社さんに関しても、もう広告戦略バキバキにかけているところっていうのがどうしても上に出てきてしまう。みんなそこに食いついてしまうっていうことがあります。しかしながら、しっかりじっくりと時間をかけてネット検索していくと、まあうち含めてですけれども、いろいろ出てくるわけですよね。よって、たくさんまずは情報を収集して、その情報を並列させてみる。並べてみて、この人の言ってることとこの人の言ってることが真逆だぞ。とか、この人とこの人とこの人とこの人共通して同じこと言ってるぞ、特にこの共通して同じこと言ってるっていう部分に着目して取捨選択してみると、自分により合ったスクールないし講座ないし塾ないし、そういったものっていうのが見られると思います。そこの情報検索力、まず情報を収集する、集めておくっていうこの絶対量がかなり少ないなって思うんですよ。もう一つは擦り込みです。先ほどの延長線の話なんですが、どうしても何度も何度も目に映る広告、どう調べても上の方に出てくる広告に対してひよこさんの擦り込み状態になることっていうのがかなり多いんですよ。単純接触回数っていう言い方がありますけれども、とにかく単純に何度も何度も物理的に接触している人に対して好意を抱きやすいだとか、そういった心理的なテクっていうのもあるわけですよね。よって広告かけて何度も出してて、それが何度も目に入っていたら、なんかそれが欲しくなってしまうって心理って存在していると思うんですよ。例えば野球のバッターボックスの後ろにコカ・コーラって書かれていたらコカ・コーラが飲みたくなるだとか、それとかなり似ていますよね。そういう状態もあり得るので、擦り込みを我々っていうのは起こしやすいですから、余計に自分自身を客観視してというか俯瞰的に自分の立場を一歩離れた状態で見てみて、うわーって何かに飛びつきそうになった時はちょっと待てと、もうちょっといろいろ調べてみないといけないなっていうふうに何かしら検索していく、検索していった情報を取捨選択するっていうことが重要になってくると思います。一つ具体例をお伝えしたいと思うんですけれども、鴨頭さんが今度開催される表現力の学校っていうのがあります。会場で受講されると9万8000円、ズーム参加6万8000円、録画視聴5万8000円、11時から午後5時半までのコースなので、そして昼食休憩があることを考えると5時間半ぐらいのコースでこの金額なんですね。しかしながらそこで一歩引いて、うわーって飛びつかないで、話し方講座と東京とか話し方講座京都みたいな形で調べてみると、たくさんの話し方講座が出てくるんです。その中でミスユニバースジャパン公式スピーチトレーナーを務められているキーズ
という本物のアナウンサーがマンツーマンで教えてくれるようなコースっていうのがあるんですけれども、この下にリンク貼っておきますが、マインドスピーチコース上級、経営者や役員なら身につけたい自分をブランディングする話し方、まさに鴨頭さんがよくやりそうな講座と一致しているこちらなんですけれども、金額っていうのがマンツーマン90分かける4回で8万8000円税込みとあります。システム使用料が5500円別途かかるみたいなので、だいたい9万5000円弱ぐらいですよね。マンツーマン90分かける4回っていうと計6時間のコースで8万8000円なんですよ。鴨頭さんはよく言えば一対多コーチングですね。学校と同じで一人の先生がいて、生徒がわーっていて、一気にボーンと教えるっていうやり方で9万8000円。5時間半で9万8000円。現役アナウンサーがこのブランディングに特化した経営者向けの話し方コースをマンツーマンで90分4回行って、6時間で8万8000円。しかもこう言っちゃなんですけど、現役アナウンサーの人ってめちゃめちゃ皆さんお綺麗なんですよ。講師紹介一覧っていうのがわーって並んでるんですけど、ものすごくお綺麗な方々がこんな感じで並んでいるんですよね。で、こういった講座と比べて鴨頭さんの講座はどうなのかっていうのは、取捨選択と言いますか、どちらがご自身にとってプラスになるのかっていうのは考えた方がいいと思います。別にフリーのアナウンサーの方だけではなくって、他にも普通の話し方講座っていうのはたくさん安価なものっていうのが存在しているっていうことと、あとはもし経営者に特化したことをいろいろと聞きたいのであれば、むしろリアルな経営者の人たちですよね、実業を営んでおられるような経営者の方の講座に参加するっていう手もあります。別に話し方と経営者一緒くたにしなくてもいいわけで、話し方は話し方で講座を受けて、それはフリーアナウンサーの方だとか元現役アナウンサーの人たちからご教授いただく、そして経営者としての心構えみたいなマインド的なところに関しては、本当に経営をしまくっていたような、そして実績をガツッと上げられているようなリアルな実業の経営者の方の講座を別途受講される、合わせたって鴨頭さんの講座よりもより密度の高い1対1だとか、そういった状況で講座を受講することができるんじゃないかなという私の提案です。鴨頭さんがダメだだとかフリーアナウンサーの方がいいだとか、そういう話ではなくって、少なくとも並列させて並べて検討すべき事案なんじゃないかなというふうに自分自身は考えているっていう話です。このような形で今回の話まとめますけれども、まず検索してみる、時間をかけて検索してみるっていうこと、そしてよく目に映る情報に関してどうしても擦り込みが起こってしまって飛びついてしまう傾向にあるんですが、そこは一歩下がって自分を俯瞰視して時間をかけてやっぱり取捨選択してみるっていうのが大切なんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。もちろんこれはネット物販に関してもそうです。例えばたまたま私の YouTube 動画見てくださった方でも、ぜひ他のいろいろなネット物販スクールだとか塾だとか調べてみてください。逆に広告バンバン出しているような特定のネット物販塾って中国輸入関係でかなり多いですし、代行会社さんに関しても広告バンバン出しているところもあれば、広告どころかホームページもないけれどもめちゃめちゃ評判がいいところとかもあるんですよ。そして一生懸命ググってたらやっぱりホームページがない代行会社だってちゃんと出てきたりするんですよ。いろいろな情報がありますからね。当然なんですけど、自分がやってることは地に足のついた物販で、自分自身がやっているやり方っていうのは自分は一番いいと思ってやってるんですよ。自分のやり方に関して誇りを持ってで、自分自身は情報発信をしているので、個人的な意見ですよ、私の勝手な思い込みかもしれないですけれども、別に他のスクールだとか塾と比べられたところで自分の方がいいじゃんっていうふうに思ってます。サポートは365日行うし、他のスクールと違って自分が前に出ておいて実際教えるのは別の講師みたいなこともないし、ずっと自分が1から10まで教えさせていただきますので、なので自信があるから自分自身はこういうことも言えるっていうのが根っこにはあるのかもしれないですよね。一方を情弱ビジネス発信者の人たちは、他のものと比べられてしまうと他の方に人が行ってしまうので、希少性の原理って呼ばれる
される今日入会したら5万円引きですよだとか、今すぐやりましょうみたいな形で精査する間を与えずに自分の塾に参加させるような、あの手この手の手法っていうのを駆使していますので、そういったことも含めて時間を置く、今日入ったら5万円引きですよって言われても、いや考えさせてくださいっていう風に言った方が個人的にはいいと思います。そもそもそんな言い方をする人っていうのはよほど自分に自信がないのかなと思いますよね。個人的には他のものと比べられてしまうと自分のところから人がいなくなっちゃうって思ってるんだと思うんですよ。そうじゃなかったらそんな発言わざわざしますかっていう話。私は別にいつ入ったって自分のコンサルティングの料金が何万円引きになるってこともないですし、なのでじっくり時間をかけてご自身のタイミングで入ってくださいっていうのが自分の答えになります。結局お問い合わせいただいたタイミングで即始めた方がいいっていう方は一部だと思うんですよ。例えばご資金もうちょっと貯めてからやりましょうねだとか、ご家族にしっかりと本件話してご家族の了承を得て白い目で見られないような状況環境になってからスタートした方がいいですねだとか、今お仕事が繁忙期ということなのでお仕事が落ち着く2ヶ月後からスタートした方がいいんじゃないでしょうかみたいな形で、お問い合わせいただいたタイミングイコールスタートするタイミングではないことの方がむしろ多いと思うので、その部分っていうのも自分が入って欲しいからじゃなくって、お客様が生徒さんがいつ始めたらベストなのかっていう提案も含めて行えてこその本来の教育業講師、ネット物販講師じゃないかなと自分自身は考えているという話です。というわけでわちゃわちゃと話してしまいましたが、少しでも参考になったなと思ってくださった方はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございました。